えーでは3人麻雀実況。今日は連チャンでお届けしようかと思います。行ってみましょう。なんか出てきましたね。はい。自由対戦でランダムでいきましょう。はい。ピンさんと風花さんですね。えっ、ー、と、リャンピンがドラ。これは私が最も得意とするドラじゃないですか。もういいですかね。<laughs> はい。この場合は E ピン切っても問題ないと思います。で、これを合わせていって、えっ、ー、と、これ小数子が見えてきましたね。 はい、これをポンしましょうかこれ泣かないとね早めにね他の2パイ切られちゃいますからねはいこれでもうシャワーもペーも切りにくくなったでしょういいいいあいいんですかリーチしちゃってはいえー、とじゃあペイを切っときましょうかはいありがとうございます<も>あらやられましたね リアウンパスト三面待ちですか。これはまあ、行かれても仕方がないかなってことですね。はい。じゃあ、親が落ちました。これは一色点になりそうな手ですね。まあ、親も落ちたことですし、のんびりと狙っていきましょうか。はい。この場合、一色点を狙う際は、酷暑をね、意識させような捨て配をするのがポイント。ちょっとトーン早く話しすぎじゃないですか。あの方は。うん はい。じゃあ、これはないときましょうか。あの、縦に並べていくような感じですね。これは。はいあ。ありがとうございます。楽になりました。あ、リーチね。はい。カンしないでしょ、誰も。あ、ローソーはちょっと危ないですね。これはね。数ピンが枯れましたん、ね、で、3ピンは取ると思います。カンはしないでしょ、これ。はい。じゃあ、ローソー短期で構えていきましょうか。 なんでやねん <laughs> すごいですね。<laughs> はい。まあ、これは、もう、覚悟の上でしたから、しょうがないですね。まあ、でも、通りそうな灰でしたよね。はい。ドラ色じゃないんですけども、ちょっと想像が多いんで、これは、素直に一色手向かおうと思います。ドラも、すぐに切り飛ばします。はい。リーチ。はい。ありがとうございます。これは、老朽草なんてやつですかさすがに上がれるんじゃないですかこれは。え あ上がりましたね。これで関したら笑えるんですけどね。あんまり高くないですよ、でもこれ。<laughs> 派手な割には。地に着いた方が良かったですね。はい。まあ、何発になりました親番でございます。そんなにお手軽な手ってわけじゃないんですけども、ドラが重なったんで、これをね、生かしていきたいですね。泣いていく手になると思います。えーと、初何チュン。シャアから切っていいでしょう。まだね、あの、 役配があもうリーチ、はい、じゃあ2人でやってもらいましょうはいでたまたまテンパったら勝負に行きますはいセコセコ戦法失敗はい、これはまあ安くすぎましたねでも親番がないんでちょっときついですねここで一上がりしないとうん霜がドラから切ってますからピンズ一色手の傾向があるんじゃないですか そうでもない何トンと,んと、はいまあ、ここで一色手にいってしまいましょうかすごい伸びですねえー、っとこれはねパーピンのくっつきでもテンパイになるな途端に入らなくなってきたまあ泣きましょうかこれチントイチンツトイトイにも近くなりました 23456ピン待ちあこれ上がりですねはい,いただきました3連行ってのもねあればいいんですけどもないようですねはいまあ簡単に勝てそうです今回も3人打ちはね実力の差がはっきり出ますからねはいじゃあこれで大体いいんじゃないですか チートインに進めてもいいような感じですけども。ああ、これでね、リンピンですね。まあ、古速な闇点でいきましょうか。ね、古速な闇点で。あ、じゃあ、まあまあ、リーチいきましょうか。古速はここまでで。あ、リンピン出ますよ、これで。あれ ?2 人もリーチ。まあ、出れますよね。 イーピンアンピンと切る途中だったですからね、うんうん、はい今回も非常に簡単でしたやっぱり人の手配見てるとね次に何が出るかが分かりますからはいじゃあ今回以上です